っていきまーす。意外とうまそうでしょ。ハロー。ちょっと待ってね。こんにちは。昨日はお疲れ様でした。お疲れ様。ツアー河川クソおもろかったな。ちょっとね、花束はちょっと来ちゃったね。いろんな人が声かけてくれて、ありがとう。声かけてくれて。ズータンと一緒に見てたんだけど、俺昨日一人だったからさ、マジで。ずっと一人だったのよ。もう誰かと。誰か一緒に見てくれる人いねえかなと思って、ズータに助け呼んだら、隣に来てくれた。めっちゃ楽しかったからさ。マジ落ちちゃったんだけど俺。なんかみんな見れるようになってよかったね。俺、バロラントの人たちがロールの時間になったらさ、半分ぐらい席立ってさ、席いませんみたいなことなかったと思ってたから。スタさんにかけて緊張して声出んかった。楽しむために待っていた頃が。あうってなってるやつ多かったね、なんか。めちゃめちゃイジャイだ。めちゃめちゃイジャイだ。ザーカセン頑張ってくださいとかみんな言ってたわ。裏でもイジャイだしな。視聴者にもイジャイだし。なんでこうなった。昨日クズ派の T シャツ掴んだってマジなの？でもほんま入れなんか握手してくださいっていうやつがクズ派のシャツを着てたから、お似合ってんねって言ったら、やめてくださいって言われた。いやいや違う、いいんだよって言ったんだよっていう。なんか被害者ずらされたってだけだねこれ。このシャツいいねって言ったら、やめてくださいって言われて、違うんだよちょっと待って、どこまで本当ですか？意味が分かんなくて、捕まれたっていうか、俺は怖いよ一番。だって俺逆にショックだったよ俺。なんか商品当たった人がさ、このシャツスタミさんに捕まれましたみたいな言ってんの。ち、掴んだんじゃなくて、本当にそのシャツいいねって言ってピンピンピンってやったら、やめてくださいって言われて、引っ張らないでくださいみたいな。ちゃうよ。ちょ、ピンピンピンってやっただけやんと思うんだよ。ちげえよ。冤罪って言うんだよ、こっち目線は。やられてる！ふざけやがって。あっ！みんな、ライオットワン行ってる人たちの写真を見ようかな、活動者の。この男、この男、かわいすぎないか？どうなっているんだ？とりあえずジェラピキあげたくなりますわい。俺だったら踏みつけちゃう。タレット踏みつけてこうやって撮るわ。改造、こうやって撮るか。分かってんな。女受けが。他の人は？パーフェクト。パワー！これシステムが分かんないんだけどさ、アカリンのタブレットがそこら辺を徘徊してたってことこれ。新時代すぎるだろ。今日はカルビが徘徊してる。すげえ時代になったなお前。すげえ時代になったな。出たこの顔。この人役者顔だよね、マジで。マジ役者顔だ。かっけえわ顔。顔に説得力があるわ。表情が素晴らしい。この人釈迦さんさ、ほんとビジュアル年々上がっていってない？この人そっちのタイプの人なんだね。珍しいんだよな。あれだよ、キムタクだよ。若い時より熟してきた時の方がかっこよくなるタイプ、なかなかいねえんだけどな。ヨン様やん、もう手の振り方が。どっちだろこれ。誰がサポート行くんだ、 TF か。始まったね、始まったね。モデルスタンミのファンがロイスさんに似て気絶しちゃうよ。スタさんはルノカンズ役に合ってるよ。あいつフラッシュインW見てる。我らの運命は我らが決める。終わっとるよ。待って、俺ここで死んだらマジで土地狂っちゃう。ここで死んだら土地狂っちゃうよ。
さすれば世界も動くだろう。あ、もううぜえ、今日しょうもなー、あーしょうもない、あーしょうもない、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 本当にトップレーンってしょうもない、トップレーンってしょうもない、なんでトップレーンってしょうもないんだろうが、楽しくなっちゃうぜー、うわー、昨日みんなに握手されただけでスタサイレリア頑張ってって言ってたけど、俺この環境でイレリア頑張れる気がしないよみんなごめん、昨日イレリア頑張ってって言ってくれたみんなごめん、俺は無理、今もうトップレーンは無理、頑張れない、つらいな、はい、敵を倒し、いいよ、もうトーナイス、ボットナイス、敵をボッ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 、あーマジ怖え、いやでもボットでマスターいいアクション起こしたでしょ、これトップ側な気がすんだよな、いや俺はここで行くような愚かなプレイヤーでボットです、奴は強力だが我らの意志にはかなわない、おしゃべりは終わりだ、いや敵を倒します、あなたのチャンスは倒されました、強くて信じらんないぐらい強くない、ありえないぐらいダメージでんじゃん、あいついやマジでわけわかんねえ、ブリアッ、返すと思ったが、お前に買い物をさせるとでも思ったのねえ、ここで俺はワンキルする、必ずワンキルする、シンプルして、マジでおともつくときにつけて、マイメンテさん、ワンキンクルイじゃないな、キュウちゃん回復、待って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 、きっしょ終わってる、このゲーム、これ終わってる、マジでこのゲームは終わっとるんじゃ、終わっとるんじゃ、リーグオブレジェンドはまあ、ボットは勝ってる、ボットはクソ勝ってる、その分これ以上死ぬのやめよう、これ以上死ぬのやめよう、ありがたい、逆にそのハイドラで早くミニオン押せ、戦ったらみんながついてきただけ、何してんの、キリングスプリ、おい、お前のボットレーンボコられてるからね、はい、わーい、ボットレーンボコられてる、結局トップはここのレーン、俺がこのタワーを守ればお前結局何もできないぞ、この試合負けるんだよ、カスマジで、はい、ボットでマスターして、じゃあ君のジャングル殺された、君のチームのジャングル殺されました、ここであまり前に出るようなプレイヤーではない、ユウヤはそんなプレイヤーではない、おいおいおい、ほいぺっ、あ、いや、まあいい、ダメージ計算ミスっちゃった、いらないそんなミニオン、ちょっと助けて、あのミニオン、あのミニオン食えないの痛すぎるんだけど、ちょ、マジかよ、もうあんたのこのゲーム、いるわ、いらないやつなかなか、いるわ、トップレー、ほんとにトップレーだ、すごない、精神修行してゲームしてんの、楽しめてる？本当に。ここで我慢できるプレイヤーが勝つんだよ。イベン、お前イグナイト持ってきたのミスだったな。お前イグナイト持ってきたのミスだったな。テレポートで試合に関与すればよかったな。この030イレリアがこの強いリベンをずっと引きつけとくのが大切、このロールは。ほら来いよ。おいおいおい、行かないよ、俺は行かないよ、俺は行かないよ、俺はそこで行くプレイヤーではないよ、やれー、やれー、おわだすげー
すげえ、チームが強すぎる、チームが強すぎる。今お前勝った気でいるべ。お前は俺にフラッシュを切ったんだよカス。俺ごときにフラッシュを切ったお前の負けだよ。かられるがいい、うちのチームのやつに。わらた、お前スーパーミニオンにフラッシュ切るんか。はい、はい、しばながお前のことを殺してくれます。悪いね、お前強いと思ったっけ自分のこと。さようなら、バイバイ。潰れろ。最高におもれえな、おめえみたいなやつがボコボコにされてくのを見るのが滑稽でたまんねえよ。ブルっちまうぜ本当にさ。あ、俺タンクします、俺タンクします。ざまー、はい、こっち来るでしょ、ぴょん。バイバイ、さよなら。おー、楽しいねー。ほら、みんなのためにレオンス。皆さん、ミニオン連れてきました。そいつ、俺に一回殺させてくんねえか。ほらほらおいおー、弱いなー、リベンジャー。リベンジャー弱い、君弱いよ。ナイスナイスでーす。調子のじゃ、まあでも楽しかったじゃないかな。君は試合に勝てなくてもいいらしいからね。イグナイトリベンジ持ってさ、つければいいんじゃないかな。そういういろいろな楽しみ方をしとけばいいんじゃないかな。すっと、いいんじゃない、トップレーナーそれで。おなっとけばさ、たまんないでしょ、そういう遊び方が一番。俺4000ダメージも楽しめるもん、勝ったらね。勝つんだよ4000ダメージで。甘い、甘いです、これがロールです。